はい、えー、皆さんどうもリハビリ屋タッキーです今日もよろしくお願いします、えー、前回の動画に引き続いて、えー、リハビリの視点から、えー、と新型コロナウイルス感染症を解説しますという動画の第2回目の方、えー、配信させていただきます、えー、今回はですね、えー、より日常生活の中で実践できる対策についてお話をさせていただきたいというふうに考えておりますえっ、ー、と私自身実は感染症の専門家というわけではありませんが リハビリの視点からです、ね、今日本だけではなくて世界の各国からいろんなこうガイドラインあるいはこう文献等が出てますこういった場合やはりあの、まあ、本等で資料を調べるということもあるんですがやっぱり文献というのはすごく早いので、まあ、そういったところを今回は参考にさせていただきましたあとあの厚生労働省の方からも診療の手引きというものが出ておりますので今回それをこう私なりにこうまとめてみました 一人のまあ医療の専門職あるいはこうリハビリ等で生活を支える者として、えー、と最新の知見情報をこうまとめてです、ね、分かりやすく解説をさせて紹介させていただくという動画になっておりますので、えー、ぜひ最後までお聞きください。よろししくお願いまます。えー、まずは、 えとさらにこう実証エビデンスと言われているんですがこれが必要なんですが正しい可能性があるというふうに言われている対策についてお話をさせていただきます、えー、今回の新型,コロナ、えー、新型コロナウイルス感染症 COVID-19 は、えー、とインフルエンザウイルスなんかと同じなんですがエンベロープと言われているあの膜を持っているウイルスだというふうに言われていますでこれがあるとどういうことかというとアルコールですとか石鹸、あるいはあのそういうのに含まれる海面活性剤というものがあるんですがこれが えーと手洗いですとか消毒に有効であるということは言われています逆にこの声がない、えー、ノンエンベローブウイルスというこれあのノロウイルスとかはそういったものなんですがそういうものとは違いますのでアルコール石鹸での手洗いが大変有効だということが示唆されていますでよくあの対策として手洗いうがいというふうにセットにされています手洗いは大変有効だというのがすでにいろんなところで証明されているんですが うがいは実は実ちょっとその効果がまだ不明です意見が正直分かれているというところが現状で、あのー、ただ、あのー、手洗い、あのー、と一緒にうがいするということ自体うがい自体は決して悪いということではありませんし、あのー、そんなにこう手間がかかるものでもないかと思うので私の個人的な見解としてはうがいを一緒にするというのはいいのかなというふうに思います、はい、それからマスクの着用により 感染拡大と予防効果が期待できるというふうに今いわれています一時期マスクの効果ということが言われてましたが今は、えー、効果があるというふうに言われていますただこれから暑くなってきますので、あのー、夏場のマスク使用というのはやはり注意が必要かなというふうに、あのー、考えていますそれから、えー、と呼吸を治療するというやはりあのー こういううう感染症にかかるとと呼吸ののトラブルといい起ここります。こういった場合にリハビリテーションが役に立つ可能性があるということはすでにいろんなところから示唆をされていますでは今私たちにできることとは何か、えー、4つの方対策を挙げさせていただきましたまずは心理的な安定を心がけるということがあります あのやはりこう人と接触をする機会というのは減りますので当然不安ですとか孤立を感じたりあるいはこう、まあ、それに伴って過剰なスストレスがあの出てくるかと思いますでソーシャルディスタンスというのがまさに言われてはいるんですがもちろんそれはそれあの大変重要なんですがあのソーシャルディスタンスを保ちながらコミュニケーションの方法を工夫して連絡を取りや、まあいろんな SNS を活用するなんていう方法もあるでしょうしやはりそういった形の、えー、対策が必要になってくるかと。 心理的安定を心掛けるということが大事になってくるかと思います。それから二番目としてはあのまあ一般的によく言われています酸密を避けるということがあります。まあ密閉密集密接の三つですね。これはやはり避けるべした避けるべきだというふうに考えています。では三番目。 あのどうしてもこう、まあ、自粛等で生活リズムというのは崩れがちですので、えー、生活リズムをしっかり整えるということが大事になってくるかと思います例えばあの朝特に朝です、ね、日光をちゃんと浴びるということしっかり日光を浴びるということが実は心の安定にもつながるということがいろんなところから示唆されていますそれから、まあ、ちゃんと食事をとるということも大事です、まあ、バランスの良い栄養的なこう食事をとった方がやはりいいかというふうに言われています でこれ何でかというとあの、まあ、食べると当然あの腸を使うんですがその腸と実は脳というのは大変関係があるというふうに言われていますこれがあのいわゆるストレス軽減等にも実は関係が示唆されてますのでそういう意味でもやはり3食をしっかりとるあのちゃんと食事をとるというのは大変重要というふうになってきていますそれから適度に運動をするということもいいです じゃあこの適度というのはどれぐらいかというのがあるんですがあんまり負荷は強すぎない方が例えばあのストレッチですとかあの暮らしの中でできる有酸素運動例えば、まあ、あのお部屋の掃除ですとかそれからまあ屋外でのいわゆる庭仕事ですとかそれからまあ散歩というところがいいかと思いますそれからもう一つはまあしっかり寝るということも大事です まああのやっぱりこれは規則正しい生活あのルーティーンを維持するというためにも大事ですやっぱりこれがこう免疫を高めるという効果にもつながってきますだいたい6時間から8時間ぐらいあと私はこういろんなところから昼寝も実は勧めてます、まあ、ただ長すぎる昼寝はかえってあの害になってしまうので20分以内というのが私はおすすめなんですが昼寝をするというのも一つあるかと思いますそれから えと好きなことに取り組む時間を作るこれが4つ目すす。ごく重要ななことになってきますあのーまあ、例えばこうオンラインをしっかり活用するということもそうですし、まあじあのー、やっぱり暮らしと環境というのはすごく密接に関わってますので、あのー、自分が気持ちよく過ごすために環境を整える例えば音を整えたりそれか香りを整えたりということも一つ、あのー、方法としてはあるかと思います。 今までこうできなかったことですとか手をつけることができなかったこと新しいこうルーティンをはあの始めるということにもなってきますしそれが自分のこう役割とかあり方を見直すという言ってみればあのチャンスにもなってきますのでぜひそういう観点からもあ好きなことに取り組む時間を作っていただくというのは大変いいかと思います、はい、ではまとめになります えー、私たちはです、ね、今後しばらくの間この新型コロナウイルス感染症とまあ強制せざるを得ないという状況があるかと思いますあ,のあんまり長引いてほしくはないんですが今,今は長引くんじゃないかという可能性もちょっと示唆されてます、はい、じゃあ何がこの時大事か日々の暮らしが健康であり幸せであるということが大事になってくるかと思います私はいろんなところでこう講座も担当させていただくんですが必ず最後にお話しさせていただくことは 健康的な生活は人生における何よりの財産であるということが言えます。健康でいるということが本当に大,変あの本当に大切なことになってきます。なので今後もこういったこう情報発信をさせていただくことで、まあ、皆様のいろんな形でさまざまなお役に立てれば嬉しいなというふうに思っております。はいえー、最後、今回のまあ引用ですとかいろんな文献を参考にさせていただきましたのでこちら載せさせていただきました。もし興味のある方は ご覧にななっていいいただければ嬉しいなと思います今後、えー、もこういった形で、えー、とい,いろんなこう動画配信、えー、と情報発信の方させていただきたいと思いますので、えー、よろしかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますではどうも失礼します